ミヤマン選手の練習中の怪我により、中止とさせていただきます。お金を稼げるようになって戦う気持ちを忘れちゃったのかな。燃えてきたらやろうぜ。ある意味タイトルマッチと並んで興味のあったカードかなと思うんですけど、怪物くん VS、ヤーマン。ヤーマン選手の練習中の怪我により、中止とさせていただきます。怪我の、状況を伝えます。膝内側側副靭帯損傷、膝前十字靭帯損傷、全治2ヶ月。まあ、ヤーマンも非常に悔しがってはおりますけども、怪物くんの試合に関しては、ヤーマン選手に代わって誰か代替選手をキャスティングしようかとも考えたんですけども、まあ、この試合はこの2人で成立する期待があったカードだと思うんで、あえて中止として、また近い将来どこかでこの2人が交わることが あればいいかなと、そう思ってます。とりあえずこの試合を中止ということを発表させていただいて、一旦鈴木さんに。はい、それではここで山野選手と鈴木選手のコメントをですね、代読させていただきます。まずは山野選手からです。出場予定だったRIZIN46ですが、内側側副靭帯と前十字靭帯の損傷により欠場することとなってしまいました。対戦相手の鈴木選手、楽しみにしてくださっていたファンの方々、申し訳ありません。そのようなコメントが届いています。対する鈴木博明選手のコメントです。代読いたします。皆さんこんにちは、怪物くんです。まずはヤーマン君、お大事に。とその言葉と同時に、公に発表された仕事を途中で投げ出すような責任感のねえ坊ちゃんに、タイマン張ろうぜなどと言ってしまった自分の見る目のなさにがっかりしております。お金を稼げるようになって戦う気持ちを忘れちゃったのかな。だとしたら怖い思いをさせてごめんね。ビンビンのファイターだと勝手に勘違いしていたよ。傷だらけでも胸張って人前に立つのが格闘家の姿だと思ってたからさ。だから俺はお客さんの前に現れるときは、どんな状況でもビンビンの姿でいることを約束しますので、またの登場をお楽しみに。追伸、燃えてきたらやろうぜ。ふぇーというコメントをいただきました。大変だね、花粉症で。はい、そして花粉症と怪物くんのお笑い声の、はい、残念なことで中止ということになってしまいました。そうですね、はい、はい。